ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。背景がいつもと違う。あ、そう、変わったの。よく気づいたね。綺麗だね。そう、綺麗になったの。てか、もうすぐ夏休みだよね、オトね。そうだね。何するの？夏休みは部活だよ。わ、大変だね。サッカー部は休みないから。え、でもさ、サッカー部の部活終わった後とか、まあ、みんなで遊ぶとかはあるかもしれないけどね、うん、ロードバイクでみんなで山行きなよ。僕たちはロードバイク持ってないよ。あ、そうか。というわけで、今回は夏休みあるあるで対決だ。ん？どういうこと？夏休みならではのあるあるって多いと思うんだよね。それはわかるけど、うん、で、それを交互に言い合うっていう対決。勝敗の基準はどうやって決めるの？私が判定します。いや、ダメだろ。とにかくやってみよう。先行は音選手から。だ、俺から？うん。まあでもこれに関しては絶対負けないけどね。なんでそんなすごい自信なの？だって俺は学生だから現役じゃん。でも姉ちゃんに至っては遠い昔の話で。おい！じゃあね、運動部のやつ、夏休み初日で宿題終わらせがち。そうなの？だって意外と真面目なやつはコツコツやるからさ。え、でも運動部ってさ、私のイメージだと始業式あって、で、その時になんか、うん、寝ばせ、ここ教えてみたいな、ここ映させてみたいな言ってくるやついるよ。でも練習で忙しいからさ、真面目なやつはやるんだよ。まあこれはちょっと私には分からないのでね。なんかずるくないそれ。じゃあ姉ちゃんは？私は絶対あるあるって思う。曜日感覚、日付感覚がなくなる。あー、わかるでしょ。それは確かにあるかもしれない ね。いつの間にかもう、あ、今日平日だったんだとかなってたでしょ。学校の授業も曜日とかで覚えてるからね。そうそうそう。え、だからこれはめっちゃみんなあるあるだと思ってくれると思うの。じゃあ意外と休み明け1日目で提出する宿題が少ない。学生ってこと？そう、結構最初の授業で提出する宿題とかが多いんだよ。そうなんだ。あ、姉ちゃん忘れちゃってるか。うっせぇ。これはあるあるだよ。へぇ、そうなんだ。姉ちゃんは次。そうだな。あ、夏休みってさ、始まったら楽しいじゃん。でも、うん、気づいたら、あれ？明日から学校？みたいな。だからあっという間に夏休みが終わる。そう？え、そうでしょ。もう後半じゃんみたいな。8月後半じゃんみたいな。なるよ。いつもぼーっとしてるからね。ぼーっとしてないから。ほんと他には何があるかな。あ、じゃあ休み明け学校ちょっと緊張する。しない。え、しないの？するの？だって結構休みがあって、うん、学校に行ってクラスの子たちと会うんだよ、うん、大丈夫？と学校で何が？え、大丈夫？何もないよ、何もないよ、大丈夫だよ。大丈夫？でもちょっと緊張するじゃん。あ、みんなとしばらく会ってないから。久しぶりの友達に会うのがね。そうだよ、友達りょうちゃんと。あ、よかった。私ほんとそこはよかったと思った。今そこは心配しないでよ、うん、まあ緊張するのかな。緊張するのはあるのかもしれないね。もしかしたら見てる人はあるあるって思ってるかもしれないね。絶対あるあるだよ。次はね、夏休みって行事がいっぱいあるよね。うん。え、それです。え？行事がいっぱいある。ひどい。ひどくないよ。え、だってある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 、あるあるっていうかそれ当たり前じゃん。あ、そう。姉ちゃんずるくないそれ。え、いやでも遊びの幅が豊富じゃん。うん。だからこう予定がさ、あれだよね。姉ちゃん大丈夫？大丈夫。花火大会とかいっぱいあるでしょ。行かないの？花火大会のあるあるじゃあ言えばいいじゃん。花火大会のあるある、かき氷が食べたくなる。それはいつもじゃないの？いつもだよ。じゃあ扇風機の前であーっていう。え？夏休み。あ、やってるね。やるでしょ。やる？やらないの？え、やらないくない？扇風機つけて、うん、その前で涼んで、あーなんかちょっと声が変わるやつね。我々は。それ小学生の時の話じゃない？やるよ。やるかな。あ、でもね、やる人はやるよ。姉ちゃんは他にある？他？ことお母さんって言いがち。夏休み関係ないじゃん。じゃあ夏休み明け先生のことお母さんって言いがち。せこ。せこくない。じゃあ家が学校に近いやつほど遅刻しがち。夏休み関係ない。夏休み明け遅刻しがち。気が緩んでるから。最初に夏休みつければいいみたいになってるじゃん。いや姉ちゃんが作った流れだろ。遅くまで寝がち。は？はい、ここまで。さあ終わったよ。音的にはどれが良かった？俺の圧勝じゃないの？何言ってんの？姉ちゃんの全然分からなかったよ。そっか、勝敗は断然私が勝利です。これに異論は認めません。で、音的にはどれが一番あるあると思った？
扇風機の前で、あーそれ一番ないやつじゃん。あるって。私絶対時間感覚なくなるとか曜日感覚なくなるが一番あるあるだと思いますよ。見てくれているみんなもあるあるわかるってなってくれましたよね。夏休みに入ってからこれネバ星兄弟が言ってたやつだみたいな感じで思い出してくださいね。じゃあせーの、バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。